今日行ってくれているのはレイビーズアフロのお二人です。では呼んでみましょう。皆川さん、はじいさん。はい、どうもレイビーズアフロです。どうもよろしくお願いします。あ、本日は県立尼崎北高校水球部ご紹介したいと思います。はい、今まさに後ろでみんな練習中なんですけれども、このプール2メートルぐらい水深がありますので、はい、みんな足ついてない状態でこれ練習してます、そうなんですよ。これもういるだけでも大変ですからね、その中でボールを器用に扱ったりジャンプしたりとか、かなり体力がものを言うスポーツとなっております。はい、はい。さあ、大勢で練習されてます。じゃあ早速男子キャプテンの栗原くん、女子キャプテンの榊さんに話を聞きたいと思います、はい、お願いします。さあ、尼崎北高校水球部ですね、昨年度男女ともに県大会優勝、はい、そしてですね、先ほどですね、はい、10連覇とお伝えしたと思いますが、はい、ちょっと訂正ございます、はい、男子は11連覇です。いや、もう盛りすごかった。ちょっと謙虚に10連覇とお伝えしちゃいましたけれども、プラス1、謙虚な尼崎北高校でございます。すごいんですよ、11。すごいですね。さあ、水球部の特徴、じゃあ榊さん、うん、教えてください。はい、私たち全員が水球未経験からのスタートなので、練習でも試合でも一致団結してとても仲良く取り組んでいます。このいるみんな未経験からスタート。はい、全員未経験です。なるほど。お二人は何の部活をしてたんですか？僕は野球部でした。お、野球部。私はソフトテニス部でした。あ、なるほど。だいぶボールが大きくなりましたねそうですね、二人ともボールを大きく持ち替えてねえ。いや、だってそれもう野球部もね、この学校もちろんありますけれども、なんで水球部に入ろうと思ったんですか？はい、仮入部で、部活来た時に先輩たちがかっこよくて、うん、僕もやってみたいなと思いました。なるほど。坂木さんも。はい、憧れました。憧れた。確かにチームの雰囲気がものすごくいいんですよ、メリハリがあってね。なるほど、はい、さあ入りたくなりますよね、うん。さあ、ただですね、このプール見た通りちょっと屋根がないですよね、うん、はい、うん、これ冬場の練習はどうしてるんですか？冬場はプールにでっかいビニールの屋根をつけて、寒いんでウェットスーツを着て練習しています。写真出てますね。ございます。すごい、結構もうアナログなやり方で。でもすごい、ウェットスーツ着て、はい、冬これ水温何度ぐらいですか？一番低い時で12度です。これは水風呂より冷たいですからね。体動かないでしょう。だから冬は室内トレーニングに切り替えるとかじゃなくて、うん、冬でもちゃんとプールで練習する。そうです。トイックなことですね。これが強さのコツですね。はい。さあ、はい、後半ではですね、はい、皆川がなんと、うん、初めての水球にチャレンジするということなんですけども。そうなんですよ。できへんやろ。なんやねんお前、それできへんやろって。いや、できるわけないですよね。おかしいやろ、それ相方にそれ。いやいや、お前なんかできるか言うてんねんな。こいつふざけてますわなんやねん、むちゃくちゃなこと言うとんなお前。そんなね、初体験でホイホイできるようなね、うん、スポーツじゃないんですよ。なんやねんお前、それ俺の力量をちゃんと見た上で言ってんのか。なあ、そんな言うのっておかしいやろ、いきなり。見てないけど、わかんねえそうやってな、相方に最初から期待せえへん、そういう精神がこういうところに出てくるのちゃうんかお前。お前なんかにできるかお前。ごめん危ないやろ。なんかごめんね、ちゃんとちゃんと畳んで一緒にちょっと手振ってもらっていいですかそれじゃあ後半もお楽しみに。危ないやろおい。先ほどかっこいい姿が映っていましたけども、一人だけ細かったよ。あ、まあね、白かったよ。そう、体験する方ですけどね、はい、今日は県立尼崎北高校の水球部です。こちらのスポーツ、男子が県大会11連勝中ということなんですよね。す、早速呼んでみましょう。レイビーズアフロの皆川さん、はじいさん。いい加減しろよ。何してんの。毎朝腕立て腹筋10回ずつかかしてない。いや、少な。少な。ガクトさん、どうですか僕の水着姿は。いや、細いし白いし、一人だけ、なんなんその海パン、レジャーじゃねえぞ。なんて言ってますか。え、細いし白いし、なんだその海パンはってこれはサンテレビさんが用意してくれたんですよ僕の趣味じゃないです、これは。皆さんちょっとイヤホンつけてませんので、はい、ありがとうございますお願いします。さあ、はい、こっちです、こっち、はい、さあ、尼崎北高校水球部強豪校。さあ、こちらね、大会ね、控えてるんでね、うん、練習試合の形でやられております、うん、
すごいね、うん、もうすぐ県大会ですからね、はい、もう間もなくということでね。そうなんですよ、水中の格闘技という異名がぴったりですけれども、先ほどから見ててもめちゃくちゃ激しい試合になっております。かなり体力を使うスポーツですね、はい、ちょっとルールが ね難しそうですけれども、はい、ちょっと聞いてみましょう、はい、佐久間くん、こんにちは。 いい体またねえ、はい、佐久間君、じゃあちょっとルールを教えていただいて。オセロみたいな感じ、はい、水球は各チーム7人で戦って、うん、で1試合は8分4クォーターで行われます、うん、で32分泳ぎっぱなしってことですね。そうですね、うん、でキーパー以外はボールを両手で持っちゃうと反則になっちゃって、片手で、はい、片手でずっとプレー続けてます。はい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 、キャッチも、うん、あ、確かに今ね奥でボール持ってますけども、キャッチするのも片手じゃないとダメですよね、はい、全部片手で、キーパー以外は、はい、あ、本当や、片手や片手や、両手を水面に出してないですね、みんなね。なるほど。ちなみにあのボールの大きさはどれぐらいですか？はい、はい、これが男子の使うボールなんですけど、あ、これね、はい、サッカーボールと大体同じぐらいの大きさになってます。確かに僕サッカー部ですけど、本当にこれぐらいの大きさですね。これを片手でキャッチするのはなかなか難しい、はい、難しいよこれは。いやー、そんなところにもね、はい、どうですか皆川、片手でこれ受け止められる？確かに。いや、まあ基本キーパーはね両手ですから、まあでも僕受け止められると思います。すごい自信、慣れてますんでキーパーで。はい、ほんま、いけると思いますよ。じゃあそんなのちょっと後で見せてもらいましょうかね。任せてください。佐久間くん、ありがとう。ありがとう、佐久間くん。はい、さあ続いてはですね、うん、水球部ならではの練習メニューがあるということで、やってますよ。これきつそうですよ。これや、これ、はい、なんか黒いの持って泳いでますね。はいはいはい、さあ、うん、立ち泳ぎですね。大変やでこれ。ちょっとこのメニュー説明していただきましょうか。前田くん、前田くん、お願いします。はい、これは10キロ板を持って立ち泳ぎをする練習で、普段のパスとかシュートとかのするときにする巻き足を強化をしています。10キロ、相当10キロ、もう、わー、頑張れ頑張れ、オッケー、大変よこれ。ちょっと10キロ、はい、こうやってみましょうか、うん、うわー、重たい。それ重いよ。そりゃ10キロやもんだって。かなり重たい。これトレーニング何分ぐらいするの？やってみます？何分？入りましょうか僕。このトレーニングは何分ぐらいするんですか？この1分ぐらいですね。1分。いや、かなり長いです。深いねんこれ。さあ、足つかないから。立ち泳ぎできる？立ち泳ぎはなんとかね。あ、なんとかできます。はい、じゃあこれはみんな忘れたそうな気がします。はい、いける。もう離して離して。うわ、皆さん、暑くなってきましたけど、熱中症とか大丈夫ですか？まだ話してんねん。もっといっぱい心配せなあかんことあんねん、こっちは。そうよ、めっちゃ、絶対無理。素人では無理ですね。絶対に無理。無理か。皆さん、すごいな。めちゃくちゃ危ない、これ。いや、みんなありがとう。すごいよ、ありがとう。すごい、すごい。じゃあ、ちょっと次はね、はい、シュート。はい、ね、さっきの練習試合でもいっぱい出てました。シュート練習見ていきたいと思いますんで。見たい、見たい、シュート。皆さんは、泳いできてください。泳ぐの遅くない？さあ、稲川くんですね、泳ぐ あの平泳ぎしかできないということで。よう挑戦したなこれ、はい、少々時間かかっておりますがお待ちください。はいはい、オッケーオッケー、いいですよ。さあ、こちらシュートを披露してくるのは、はい、まるで水の上に浮かぶようにジャンプをしてシュートを放つチーム1の得点王、3年生の西くんです。おー、さあ西くん、なんか軽く浮いてるな。なんか足ついてるみたいな。でも、ね、もちゃんと、ね、それではシュートお願いします。おお、すごい。もう一本。え、うわ、うわ、突き刺さってるやん。今ね、足ついてないですから。そうだよ ね泳いでる状態でジャンプしてます。すごいですよ。どうやってジャンプするの？じゃあちょっと、はい、元キーパーの皆川くん、ね、シュート止めてもらいましょう。任せてください。僕キーパーで中高通算180失点なんで。最悪やない。記録やわ。そっち数えてる。日本記録やそれ。いや、スイーいけると思うよ。西くん、自信はどうですか？絶対決めます。そうだね。皆川頑張れ。さあ、それではよし来い。西くん対皆川、皆川お願いします。よし、止めろ、はい、来い、止めろ、届かなかった。届かなかったとかじゃないよ。全然届いてないわ。距離が。ちょっとガクトさん、アドバイスお願いします。いや、でもなんだろう、もうなんか顔面でブロックするつもりでいけよ。何、
あ、顔面も使ってもう死ぬ気で止めろと。行けよ。使って。そう、もう死ぬ気で。行け行け。オッケー。ステミア。怖い。じゃあお願いします。よっしゃ。はい。みんな来い。全然ダメ。これは無理だわ。西君の勝利でーす。いや、それはそうだろ。やる前から分かってたけど。J リーグ通算2得点の人のアドバイス聞いてたはずなんだ。そんなやめろ、おい。すごいことだろ、それでも。そんな言うな。いやいや、これすごいですよ。もう近くで見たら迫力が、ね、水しぶきもめちゃくちゃ飛んできました。当てに行かなかったから、ね、西君はねえ、稲川どうでした？いや、浮いてるだけできついです、本当に。その中やっぱ動いて止めるっていうのが、全身で動いてるなんから。はい、西君どうでしたか？いや、もうめちゃめちゃうまかったです。嘘つけ。誰が嘘つけ。どこがやねん。めちゃめちゃうまかったです。どこがやねん。めっちゃ気遣ってくれてるわ。すごいです、反射神経が相当ないと思います。ありがとうございました。ありがとう、西君。いやー、さあ部員のみんなが集まってきております。はい、疲れ果ててる。みんなすごかったですね、本当に。すごいわ、ほんまに。さあちょっとね、大会の意気込みなんかを聞いてみたいと思います。控えてますからね、すぐね。はい、じゃあ佐久木さん、はい、お願いします。はい、去年は初戦で大差をつけて負けてしまったので、今年は絶対にリベンジを果たして近畿大会で優勝したいと思います。うん、なるほど。リベンジに持ってきますからね。頑張ってください。超えてください。はい、じゃあ栗原くん、意気込みお願いします。男子は近畿大会で勝ち抜いてインターハイに出場したいです。おお、すごい。いけそうですか？いけます。あ、オッケー。いけるよ。12連覇になるわけですね、次ね。そうですね、勝ったらこれも期待しましょう。ぜひ皆さん注目してください。はい、注目してください。ほんまに応援してんのか、お前。それ応援しやろ、お前。応援してるよ、お前な。水面よし。もうええわ。何回飛び込むねん。おかしやろ。おかしい、お前や。そういうこと。正解、正解。ごめんね、みんな。というわけで皆さん注目していてください。尼崎北高校水球部からお届けしました。スタジオお返ししまーす。いいね、いい顔してる。いや、でもやっぱり浮くだけでも大変そうですよね。大変だよ、絶対。あれはすごい技術だよ。そこからね、キャッチして投げるとね、トレーニングの賜物よ。もう本当にすごいと思う。 J リーガーが見てもやっぱりすごかった。すごいということですね。今日は尼崎北高校の水球部からお伝えしました。